風神が舞い上がる砂浜、インドチェーン内にて車の後ろに立ち上る風神、スーダンの砂漠にて風神とは、強い風によって地表面にある塵、埃や砂などが空気中に舞い上がり、指定が一時的に遮られる現象である。風神の中でも砂の割合が高いと思われる場合には、砂塵とも呼ぶ。風が吹いたり、舗装されていない道路を、 自動車や人が走ったりすることによって、ホコリや砂が舞い上がることは、日常でもよく見られる。このようなことが一箇所で起こった場合は、拡散や沈降によって、すぐに、ホコリや砂が薄まり、指定が低下するほどにはならない。しかし、多数の場所で、次々と、ホコリや砂が舞い上がり続けると、拡散や沈降の効果が小さくなり、空気中に、 ほこりや砂が滞留し始め指定が悪くなる。風神は一年中乾燥した地域、寒気の地域、昭雨の地域など雨が少なく、かつ地中の水分も少ないと風神が発生しやすくなり規模も大きくなる。砂漠や乾燥地域では強い風が吹くと大量の砂が舞い上がり濃度の高い風神が発生する。特に風が強い時には砂嵐となり、 砂自体が人や動物、建物や作物などに被害を与えることがある。小規模な風人であっても体質などによっては健康に支障をきたすことがある。風人の濃度が急激に増えた場合も同様である。風が吹いたり、雨が降ったりすると風人は収まる。しかし、花粉と同じように地面の雨が乾き始めると雨によって地表に積もったホコリや砂が自動車などによって 再び舞い上がり始め、急に風塵の濃度が上がる。風塵が空中に長く滞留すると、大気中の汚染物質を吸着することがある。風塵が工業地域などを通ると、多くの汚染物質を吸着する。日本では、正月三が日に開催される箱根駅伝において、神奈川県茅ヶ崎市、平塚市付近で起こることがあり、年によっては番狂わせを起こすことがある。 濃度の高い風塵が発生すると、風塵はなかなか拡散、沈降せずに空中を漂い続け、遠くまで運ばれることがある。これを風星人という。特に大規模な風星人には、地域によって名前がついている。東アジアの交差、地中海沿岸のシロッコギブリ、アフリカのギニア湾沿岸のハルマッタンなどがある。風塵への対策として、 土がむき出しになった地面の砂を固定することが挙げられる。芝などの多年層で地面を覆うと植物が一年中根を張り葉で覆われているので砂が舞い上がりにくくなる。これは土のグラウンドと芝生のグラウンドを比較してみるとわかりやすい。また地面を舗装することでもある程度の風塵を防ぐことができるが、舗装面に溜まった風塵を集めて運ぶ速攻なども必要となる。 また、一時的な効果ではあるが、地面に水まきや打ち水をすることで封じを防ぐこともある。ありがとうございます。